はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、確定申告シーズンになったら必ず通過しなければいけない減価償却費について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Twitter、Instagram、 そして Voicy もやってますので、ぜひそちらの SNS 概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひそちらの方チェックの方お願いします。また、フリーランス自営業向けに必要な項目を一冊にギュッとまとめた本も出版してますので、こちらも合わせてお願いします。また年明け1月の20日にインボイス制度本を出版しますので、そちらの方もぜひね、予約スタートしてますので、よろしくお願いします。それでは早速本日の動画の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容です。確定申告前に減価償却を学ぼうということでね、皆さん必ず確定申告になると、この減価償却費というものについてつまずく方が多いということで、今回動画で取り上げたいと思います。ぜひ動画最後の方まで見て、しっかり減価償却について理解をしましょう。本日の内容です。まず減価償却費について、基本的な考え方を紹介してから、減価償却の計算方法について、そしてもう一つ、特例についてね、知っておくとお得なので、特例について知っていこうということで、2つあるんですけど、一括償却資産という特例と、少額減価償却資産という特例について動画で解説の方をします。この順番で解説をしていきますので、本日はよろしくお願いします。まず減価償却の基本的な考え方なんですけど、一体どういうものを減価償却していかなければいけないかと言いますと、ここポイントになるんですけど、長期にわたって使用する10万円以上の資産が減価償却をするというふうに皆さん覚えておくと覚えやすいと思います。例えばですね、パソコンやエアコン、車などが代表的なものになります。皆さんの身近なもので言うと、この例が分かりやすいかなというふうに思います。例えばパソコンの場合なんですけど、20万円のパソコンを買ったとします。この場合、パソコンというのは毎年毎年交換していくものではなくて、まあ皆さんそれぞれね、交換する時期、タイミングっていうのは異なると思うんですけど、1年で交換するものではなくて、まあ一般的には3、4年は使っていくよねっていうもので、10万円以上の資産については減価償却で、要は一つの期に計上20万円を一気に経費に上げるのではなくて、この年だけ使用するものではなく、次の年も次の年も次の年も使うよねという風な考え方で経費に上げていくというのが、分かりやすく言うと減価償却になります。車が一番ね、分かりやすい例でよく出てくるんですけど、車を買って300万円かかった場合ですね、例えば購入した1年の期間にこの300万円全額を経費として計上してしまうと、その年の売上が例えば800万円だったとします。その他、車の購入以外にかかった経費が600万円だったとします。そうすると、800万から600万引いた200が儲け、要は利益となるんですけど、この年に車を購入してしまうと、この300万円が一気にその年に乗ってきてしまいますので、800万円から先ほどかかった経費600万円に、さらに300万円の車をここの1年で一括で経費に上げてしまうと、マイナスになってしまうわけですね。そうすると、今まで通りビジネスを続けているはずなのに、この年だけ一気にマイナスになったり、もしくは経費の計上額がガッと増えまして、所得、要は利益、儲けがぐっと少なくなってしまうという、他の期に比べるとこの年だけアンバランスということが発生してしまいます。また、車というのは毎年毎年1年ごとに買い替えるって方はめったにいないと思うので、やはり長期にわたって使用していくってものは、この一つ、要は購入した1年だけで経費に全額上げるのではなくて、分配して経費に上げていこうという考え方のことを減価償却費というわけです。では次、図解でそのね、経費に計上する期間を分けて計上していくっていうのが分かりやすい図があるので、そちらの方を見たいと思います。先ほど挙げたパソコンの例でいきましょう。20万円のパソコンを4年かけて減価償却する場合、これパソコンは実は4年というふうにルールが決まってます。このルールについては次のスライドで解説をします。20万円のパソコンを購入した場合、毎年5万円ずつ経費にしていくということのイメージしてください。1年目に買った時に5万円経費に上げる、2年目にまた5万円を経費に上げる、3年目も5万円を経費に上げる、そして最終4年目経った時に5万円経費に上げるということで、全てね、経費として20万円分を上げるということになるわけです。この図は私が出版しているこの本から持ってきた図解になります。では次にですね、パソコンは4年かけて減価償却すると言ったんですけど、この何年かけて減価償却するかっていうのはルールで決められています。次のスライドで詳しく見ていきましょう。
こちら、そのものによって何年で焼却していくかっていうのを専門用語で耐用年数って言うんですけど、この耐用年数というのはもうルールで決められています。こちらがですね、減価償却資産の耐用年数表、これ国税局のところから一部抜粋したものになります。このように細かくこれは何年だよというふうに一覧が載ってますので、先ほど言ったパソコンのところの欄を見ると4年というふうに記載がされています。車の場合は普通車は6年、軽自動車の場合は4年というふうに、もう耐用年数、要は何年かけて焼却していくかっていうのはルールで決まっています。はい、ここまで大丈夫でしょうか。それでは次のステップいきます。じゃあどうやって計算をすればいいのかっていうことについて次のスライドから解説をしていきます。はい、それでは減価償却の計算方法について解説をします。計算方法は大きく2種類あるというふうに思ってください。まず1つ目が定額法という方法、そして2つ目が定率法という計算方法。この大きく分けて2つの種類があります。定額法と定率法の違いはですね、こちら表にあるんですけど、これも私が出版した本から図解を持ってきています。詳しく見たい方、ここのね例のところを見ていただいて、計算式も載ってますのでこちらの方で確認してください。一旦皆さんが押さえなきゃいけない大事な点は、定額法は毎年一定額、1年目2年目3年目4年目ということで同じ金額ずつ経費に上げていくというのが定額法という計算方式になります。定率法という計算方法を使うとどうなるかというと、1年目、要は買った初年度に経費に計上する金額が一番多くて、2年目3年目4年と少しずつ減っていくという風な経費の計上方法をするのが定率法になります。ですので減価償却の計算方法は2つあって、定額法と定率法という2つの方法があるということを押さえておけば大丈夫かと思います。もう少しね詳しく知りたいという方はこちらの方をしっかりと見て学んでみてください。では次にこの2つの計算方法をもう少し詳しく次のスライドで見ていきます。計算方法についてなんですけど、先ほど紹介したように定額法と定率法の2つになります。このそれぞれ定額法と定率法というのは、旧定額法というものと旧定率法というものがあります。これは旧定率法というのは平成19年の3月31日以前に何かを買った場合ってことですね。こちらも同じく定率法の旧定率法は平成19年の3月31日以前に買ったものが旧定率法で計算される時がありますよってことです。だいたいこの動画見てる方は平成19年の4月1日以降に何か物を買ったことがね多いと思いますので、こちらの旧の方については一旦置いておいて、多いであろうこの平成19年4月1日以降の定額法定率法について少し解説をしていきます。そしてもう一つポイントがあるんですけど、定率法を採用する場合には事前に税務署の届け出が必要となりますので、個人事業主、要は自営業フリーランスの方はこの定額法の、しかもね旧定額法っていう方ね少ないと思うので、ほとんどの方はまあ最近起業されたという方向けということで、こちら平成19年の4月1日以降の計算方式さえ押さえておけばほとんどの方が網羅できる OK ということになります。ですので一番大事なのはこの定額法のここの計算式、ここを覚えれば OK です。定率法の方は届け出をした方が採用できる計算方法になりますので、そこはね確定申告の時に勝手に定率法で計算をしたりっていうのはしないように注意してください。では押さえますと、定額法のね一般的に多い方法は取得価格、これは物を購入した値段ですね。パソコンで言えば20万円、車で言えば300万円が例に挙げましたけど、そこが取得価格になります。かける償却率をかけて計算をするというのが一番ベーシックな定額法の計算方法になります。ではね、どのようなね感じに計算方法がなるのか、次のスライドでもう少し見ていきましょう。定額法の計算方法です。資産を300万円、例えば車を購入して1月の1日に購入したと。そして車は耐用年数が、先ほど見た国税庁のね表がサンプル挙げましただけど、そこの中の表を探していくと車普通車は6年という風になっております。そしてこの償却率というものなんですけど、償却率も実はルールで決まっていて、6年の場合は 0.167、 4年の場合は 0.250 という風にもう償却率も決まっています。この耐用年数について償却率というのが決まっているという風に思ってください。それでは実際に1年目に取得価格、1月の1日に車を300万円で買いました。そして償却率をかけて計算するということになります。先ほどのスライドの計算式にもう一回戻りますと、こちらですね、紹介したように取得価格に償却率をかけて計算をするのが定額法ですよというふうに言ったので、そのように計算をします。もう一回スライド戻ります。300万円に償却率をかけると、まあちょっとね端数出るんですけど、これは切り捨てるので減価償却費というのは1年目は50万円となります。そして取得したのは300万円なので、この減価償却した分を引くと未償却残高が250万円ということになります。そして2年目なんですけど、2年目はこの
250万円からさらにまた今年も50万円定額法ですので毎年同じ金額を減価償却していきます。2年目も50万円を償却したら未償却残高は200万円が残っていきます。そして3年目も同じように50万円減価償却しますよということで残りが150万円というように1年目2年目3年目4年目5年目というふうにやっておきます。そして最後の6年目の年がどうなるかと言いますと499,999円ってこれ1円を残すって、これを1円のことを残存簿価とか残存価格って言うんですけど1円を残すというふうなルールになってますので1円を残して減価償却をします。こちらが基本となりますのでしっかりここまで押さえておきましょう。それでは次のスライドにいよいよね特例について解説をしていきたいと思います。はい、特例についてです。今までこのね前半の部分で紹介していたものがこの原則の方法になります。取得価格が10万円以上で長期にわたって使用する資産は減価償却をするよっていう話でした。そして減価償却費は耐用年数によって減価償却していくよっていうルールをお話ししました。では特例はどういうものかと言いますと特例は2つあります。1つ目の特例がこちらですね。一括償却と呼ばれる1つ目の特例になります。これは買ったものが20万円未満だったら3年間で償却することができるという特例になります。そしてもう1つの特例、これは皆さん意外と知っておきたい、まあね節税につながるということがありますのでこの特例が皆さん意外と気になっている方多いのではないでしょうか。こちらは30万円未満のものでしたら少額減価償却ということで全額をその年の経費に一括で計上することができるというものです。注意点要件が2つあります。1つ目、青色申告の方のみです。白色申告の方はこちら使えませんのでお気をつけください。そしてまた2つ目の要件があります。これは年間300万円までしか使えませんので300万円を超えて少額減価償却全額を経費に計上するということはできません。この青色申告の人しか使えないというのと300万円だよっていうルールはしっかりと押さえておきましょう。減価償却には原則の方法と特例が2つあるということを押さえておいてください。それではじゃあ実際にこの特例を使った場合確定申告書の用紙にどのように記入をすればいいのかサンプル例を次のスライドで見せます。はい、こちらが記載例ですね。減価償却の計算というのは決算書の3ページ目に記入をすることになります。これ国税局の書き方サンプル例から持ってきております。手書きでいろいろな減価償却がこのように記載されていますけどこの赤い枠のところが先ほど紹介した特例2つの方法の記載方法になります。この下から2段目の方が先ほど言った特例の1つ目の方法ですね。20万円以下のものは一括償却資産として3年間で減価償却をするというルールが1つ目の特例のルールでした。例えばこれですと18万円ですね。なので20万円以下なのでこの一括償却資産のルールはクリアしています。でいつ買ったかっていう取得日を書いて取得価格、まあ、購入した金額を書いて基礎となる金額はこのようです。で償却方法は他のものだとね定額法とか定率法などなどありますけど今回の場合は3年間で償却するっていうルールですの で耐用年数も横棒を引いてここの償却率のところにこの3分の1というふうに記入をします。そして3で割ると1年6万円ですので6万円減価償却費に上がる、要は6万円経費に計上するということになります。はい、そしてもう一つの特例の方法がこちらですね。冷蔵庫と他いろいろと一括でね経費で計上するものを購入したとその合計金額が98万円あったということですね。そしてそのね内訳冷蔵庫以外にも何かを買ったんですけど明細は別途保管してあるよというふうにここに記載をしてあります。これは別に例えば冷蔵庫だけの場合はもう冷蔵庫と書いてここに金額を書いて明細は別途保管というのは記入しなくていいです。そして特例は30万円未満のもので年間300万円なのでこの98万円は1つで98万円ではないということを覚えておいてください。で合計が98万円、そして今回は一括で経費に計上することができるので償却方法や耐用年数償却率の方は横棒で書いております。そして経費に計上する金額は98万円全額をこの年に上げますのでこのようにここに全額98万円、要は買った価格そのまま98万円が減価償却費として一括して減価償却できますよっていうことになります。そしてこの横のところにですね適用欄があるんですけどここに特例の措置法28-2を使いましたよっていうメモをするというのがルールになりますのでお気をつけください。というように減価償却費で特例を使う場合はこちらの方法の記載方法になるということをしっかりと押さえておいてください。また実際にね確定申告時期になってどうやって記入すればいいんだっけっていう方はこちらの動画を見直していただければバッチリだと思います。
それでは本日のまとめです。本日は減価償却について基本的なねベースの知識と考え方を紹介しました。確定申告に多くの方が必要となってくる、関わってくる考え方になります。そしてもう一つ紹介した2つの特例についても知っておくといいと思います。特にですね、2つ目の特例、少額減価償却資産というのは一括で経費に計上することができますので、こちらはね知っておくと本当にね節税につながる情報だと思います。そしてこの計算、減価償却の計算というのは意外と大変です。ですので会計ソフトを使ったり、また国税庁の e-tax 電子申告ですると、基本情報さえ入力すれば自動的に計算をしてくれます。この自動計算楽ですので、ぜひ皆さん会計ソフトや e-tax の方で減価償却の方は計算をするとミスも少ないかと思います。どうしても計算がですね、償却率が 0. いくつみたいな話になってきますので、計算ミスをしやすいところになります。また前期に残っているものからその計算したものを差し引いて、またね未償却残高というのを出すので、そこの引き算でもミスがしやすいです。またたくさんの減価償却があると、縦の計算ですね、縦の合計金額がずれていたり間違えるということで、減価償却は本当に計算ミスが多い項目になりますので、やはり皆さんこういうソフトをうまく使って楽をして効率的に減価償却の計算をするようにいたしましょう。私はオンラインサロンの運営をしています。オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンライン上で質問や相談をすることができます。これが一つ目のメリットです。 Facebook の非公開グループで運営をしています。二つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しています。 Zoom で直接私に質問や相談をすることができたり、また参加しているメンバーさん、皆さん起業したり自営業されてたり一人社長されてる方が多いんですけど、そのメンバーと情報交換ができるということですごく好評です。三つ目のメリットがこちらです。税理士の裏側を公開しています。 YouTube、TikTok や Voicy 撮影の裏側、新しい経理や税金情報などなど、オンラインサロンのみだけに投げておりますので、ぜひオンラインサロン気になるよという方は概要欄の URL から詳細飛べるようになってますので、ご検討ください。参加の方ぜひお待ちしております。 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルを見ている方、チャンネル未登録の方が8割から9割という風にデータが出ておりますので、ぜひまだねチャンネル登録まだの方はお願いします。また年明け1月20日にインボイス Q&Aブックということで、インボイス制度の本を出版します。予約スタートしてますので、ぜひよろしくお願いします。またこちらの本ですね、フリーランス自営業に必要な情報、確定申告から経理や節税まで一冊にギュッとまとめた本になってますので、こちらの方もぜひよろしくお願いします。こちら重版が3回目となってますので、ぜひね皆さんチェックの方よろしくお願いします。どちらも概要欄の URL から飛べるようになってますので、チェックの方してみてください。またその他 SNS は、インスタグラムはフォロワーが 2.9 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人、ボイシーもやってますので、ぜひそちらの SNS、 また違った情報を投げておりますので、全てこちら4つは無料ですので、 SNS のフォローの方もぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画の内容は以上になります。確定申告になると必ず皆さんがね通過しないといけない減価償却費というものについて分かりやすく解説をしました。自営業やフリーランス向けに役に立つようなね動画をこれから YouTube で投稿を引き続きしていきますので、ぜひチャンネル登録または応援の方よろしくお願いします。いいねやコメントいただけますと励みになりますので、ぜひお待ちしております。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。